中華人民共和国国家安全部は中華人民共和国の情報機関。国務院に所属する政府機関で1983年7月に当中央調査部を主体とし国務院公安部政治保衛局等等線部国防科学技術工業委員会の関係部署を統合して成立した。北京市の東場区東町案外十四号に本庁舎を設置し各地に 国家安全局を配置する。階級故障は、公安部のそれに準じている。両運科春佐官元、長役校恵み省沈分聖古北省武漢市にある、湖北省国家安全庁の庁舎直轄市に置かれる、国家安全局と各省に設置されている、国家安全庁などがある。2021年1月に、アフガニスタンにて、スパイ容疑などで、 中国人の集団が拘束された。拘束された集団は中国の情報機関である国家安全省と関係がありの国際テロ組織タリバーン内の最強候派、ハッカーにネットワークと接触していたとされる。ありがとうございます。